斉藤春香は、青森県弘前市出身のソフトボール選手、指導者。ソフトボール日本代表監督を務めた、日立ソフトボール部アドバイザー。弘前市立第一中学校に入学にして、ソフトボール部に入部し、青森県立弘前中央高等学校に、進学後もソフトボールを続けた。高校を卒業して一部リーグの実業団で活躍。 二類種として一部リーグのベストナイン賞に3回、打者としては2回選ばれている非常に優秀な選手であった。選手生活の後半、終わり頃には特に打者として活躍し、チームでは一番左打者を任され、チームをリーグ戦の上位に幾度となく導いた。2004年に現役を引退し、同年監督に就任。実はその背景には2002年に チームの黄金期を共に支えた石川太子が引退したことを皮切りにチームの変革期という厳しい状況が訪れていたこともあった。黄金期を支えた既存のメンバーも何人か引退を考える中、直接の原因は長年の過酷な練習による怪我がもとで不調が続き、なかなか試合に出られなかったことが原因。なお、当該チームに限らず監督に見放された形となり、 出場するチャンスに恵まれず、また年齢による限界を感じてグラウンドを去る選手は少なくない。斎藤氏はある選手に対して必ず一定程度試合に出させるから何とか残ってくれないか。と約束し引退を止めさせたエピソードがある。幸いにも筆者はその選手から直接そのエピソードを聞いた。その選手は最後に選手としての花を持たせてもらった。 と非常に現在でも感謝している胸を聞いたことがある。斎藤氏は監督就任後、うまく選手の心を掴んで、連続して決勝トーナメント進出させた。選手時代は、チームの中心的な、というよりも、控えめに振る舞う性格であったが、言葉が多くない中でも、人の悪口は、絶対に言わず、結果を出し続けた、まっすぐな人柄が、チームメイトにも指示を受け、 最藤氏への絶対的な信頼として、選手全体のパフォーマンスを向上させたものだと思われる。また、自身も長年選手だっただけあり、選手の体及びメンタルの限界をよく見抜いて、試合に出させていたことも信頼へと繋がったようだ。その後、2011年にチームから完全に離れ、故郷へ戻るが、決勝トーナメント出場常連だったチームの弱体化に憂い、 2019年に再びチームの監督に就任。現在、チームの立て直しに力を注いでいる。現役選手時代は、アトランタ、シドニー、アテネと3大会連続で五輪に出場し、日本の手法としてその実力を、どうなく発揮。後日する北京オリンピックの監督業まで経験し、現時点では、東京オリンピックを除き、すべてのオリンピックを経験している。 唯一の人物となっている。北京オリンピックにおいて、日本チームが金メダルを獲得した時のウィニングボールを所有している。一塁審判のアウトの宣言を聞いた途端、ファーストの佐藤理恵がボールを高々と放り上げ、歓喜の渦が巻き起こる中で、ボールの行方はわからなくなっていた。後にこのボールは関係者によって密かに回収され、斎藤に渡されたという。地元広崎にある、 広崎市運動公園野球場の愛称、遥か夢球場は、斉藤日南で2012年に命名されたものである。ありがとうございます。